にして唐揚げは実際120点いただけます、はい、今120点っていうコメントは井上と浜辺の相性ということですけどね。ああ、確かに。いいんですね、それで持ち帰りますけど。どういかがでしたか、梅干しは。いや、美味しかったです、本当に。ね、意外に合うと思いました。はい、さあそしてベーコンの方が。ベーコン美味しかったです。美味しかった、あの、ほんと、まあ、ハムっていう気持ちもわからなくはない。食感的にはね、もうそこまでもう梅干しとあのハム分かっていただいて十分です。ドライフルーツちょっと中身がね、普段と違うものが入ってるというのはいかがですか、浜辺さんは。いやー、これはもう友達やったら必ず盛り上がりますね。うん、それこそ普通のドライフルーツとかでもいいですし、はい、唐揚げとか香り種入れたいなと。私は香り種の方にこだわりたいですね。あ、ちょっと違ったものを。自分ならどんなもの入れたいですか。唐揚げとジンギスカンが好きなので、ジンギスカンとか入れたい。ジンギスカン、チョコの中に羊を鶏と羊入れてみたい。すごいね。私はこの、あの、自分自身好きなのが入ってすごい嬉しかった。梅干しがね、そうだから、うん、送る人の好きなものを中に入れてあげたりしたら、はい、それも面白いなと思いました。まあ確かに。久保さんいかがでした。私は、ベーコンよりも、うん、この手紙が嬉しかったです。あ、本当にありがとう。まさかそんな風に言ってもらえると思わなくて結構リアル嬉しい。あ、本当でちなみに何入れたいとかあります、自分なら。私はお肉好きなんで、お肉とか入れたい、うん、生姜焼きとか入れたいです。ずっと言ってたよね、生姜焼きの話カメラ回るわけ。ずっと言ってた、生姜焼き。それ聞いてたんですか。当たり前よ3人が入ってくる前だよ、本人は。皆さんはどのようなバレンタインを楽しみました。学校が女子校だったんですけど、うん、その学校の友達みんなでもうタッパーに作ってくるんですよ。みんなもうクラスのみんなの分作って、もうバレンタインのピクニックみたいな感じだよ。本当にみんな朝早く来て教壇の上にバーって先生たまったもんじゃないよ浜辺さんどうですか。私去年はたくさんもらう方でしたね。あのうまくやっぱり作って、うん、あのあげるのって結構プレッシャーで、はいはい、一回もらおうかとみんなの味を一回チェックしようかと。ホワイトデーにお返ししましたね。熊田さんは。私は行事ごと好きなんで、うん、毎年絶対バレンタイン作ります。どれぐらいの量作るの。でもあんなちゃんほど多くないです。私はこうこじんまりこじんまり10個。どの辺の範囲まであげるの。マネージャーさんとかはもちろんあげるの。あげないです。あげないの。マネージャーにはあげないの。あげてなかったです。学校の街ですよ。学校。いや、お仕事関係の時にあげるやろ、現場とかで。あげてた。あ、でもガーナチョコ私差し入れた。あ、私も。え、ガーナを現場に差し入れました。メッセージ書いて。あげた、ガーナ、マネージャーに。あげました。あげてないの。あげました。絶対嘘ついてるよ。誰が上手とかあるの、料理は。でも私自炊です。自炊だから、今は。あ、じゃあ作れるやん。私も結構好きです、料理は。まあ作っていくぐらいですもんね。そうですね。熊田さんも。私も生姜焼きが得意です男性からプレゼントこういうのもしされたらちょっとやっぱりドキッとするもの。俺というのは置いといたとして嬉しい嬉しいです。やっぱ嬉しいもん。初めてなんでこういうチョコの中から手紙が出てきたっていうのもだし、そうよね、こういう手紙をもらうこと自体ね、うん、なんかこんなバレンタインにしたいなってありますか、浜辺さん。あの学生生活最後なので、うん、自分からちゃんとバレンタインにみんなにあげたいですね。感謝の気持ち込めて作れる。ちゃんと美味しくて見た目が可愛いの作れたらいいですね。今年はちゃんとサボらないでやります。何人にあげる。5人くらい少なない私そんなに多くない。あ、ここにあげたいですね。もう2いなくなったよ。あと3しかないで5人にしかあげんやったら大丈夫、間に合います間に合います。山田さんは。私はいつも結構友達に作るのがメインになっちゃって、父と弟にはその友達に作ったのの残りなんです。ああ、はいはい。だからちゃんと家族用に作ってあげたいなって、うん、それこそお父様にメッセージ付きのチョコ並べたら、はい、おとん絶対泣くと思うで、ね、お父さんは私はちゃんと一クラス以上分作りたいですね。何人いるの一クラスですか、うん、大体30近くって感じです。あ、それは結構大変やんか。結構ありますね。作る作りたいと言ったからね、守ってくださいよ。言いました。僕にプレゼントするとしたらどのようなガチャガーナを作ってどのように渡しますかという質問です。私は3つくらい作って、うん、1個がなんか香り種で
2つは2つ普通の味で普通の、はい、こうロシアン的な感じ、なるほど、うん、こう選んでくださいと。3分の1ぐらい、はい、ありがたいあのパーセンテージですね。そうですね、うん、そうですね、私はサプライズ的な要素を入れたいんで、うん、なんだろうな、例えば衣装のポケットに入れておくとか。いい、俺の。そうです、収録中にベッドベトなんだよ。そっか、チョコだ。チョコ溶けるからな。それちょっとか保冷剤保冷剤入れて俺収録に臨まなかんの。だから現場にガチャって入って衣装が飾ってあってこうパッて触ってみたら、あれなんかあるやんってなるってことだ。いや、いいよね。いい、私はでも井上さんすごくなんか大人な男性みたいな印象が強い。まあいや20離れてるの。それはそうやあんで、あの夜景の綺麗なとこで、あのガチャガンの中になんかリキュールみたいなの入れて、ちょっと大人なチョコ渡したいです。夜景が綺麗に見える場所でお酒入りのチョコを渡されるんだよ。返さへんぞ。やばい、やめます。無事に帰れると思うなよ。やめます、やめます。星空の下。いや、ありがたいです。あの妄想でも言っていただけるだけありがたいです、本当に。